ゃあこれは薬の話。永田さんこれ薬用意しといて、そっちで。あらら、抜けちゃった一本。あとね、あのこの子人に慣れてるじゃないですか。はい。だから早く終わらせます。あの手からご飯食べます？ほとんどないですね。やったことない。もしやれたら手からあげてみてください。試食のこういうのも。で手から食べたら褒めてほしいです。試食の皮付き今後、はい、手から食べさせて褒めてあげる、うん、で手から食べて褒めてくれたらやれたら3つ名前がついてるじゃないですか、うん、名前を呼んで、アイコンタクト、うん、目と目を手に乗せといていいでいいですかね、うん、アイコンタクト、名前呼んでアイコンタクトした瞬間に食べさせて褒める、うん、手からとおいでっつって来てくれたら食べさせて褒める、うん、あと最後は、まあ、これはちょっと元気になってからでいいんだけど、クレードトレーニングハウスって言ってハウスができたらご褒美あげて褒める。ハウスって言ってすぐハウスします？いやー、ハウスはねなかなか言わ聞かない。で、まあ、鳥だとしてね、これがハウスだとしてね、うん、おいでってハンドフィーディングして褒めるでしょ。この子が見てるまで食べ物を入れてハウスの入り口の近いところ、うん、でここで数秒待たせる、2、3秒、うん、それでハウスって出てくるわけ。そうするともしかしたら吐いて食べるかもしれない。もし吐いて食べてくれたらハンドフィーディングして褒めてあげる、うん、それができたら今度食器の位置を真ん中辺、奥の辺に置いて数秒待たせてハウス入ったら褒める。最後はなしで、うん、ちょっと待たせてハウスって言って入ってくれたら偉いねーってハンドフィーディングして褒めると、うん、で、なんでこんなこと言うかっていうと、まあ、ここまでとにかくやってほしいんですけど、ここからね、うん、ここからここまで、うん、おいでっつってご褒美あげて褒めるじゃないですか、うん、そこで治療してほしいわけ、うん、で持たなきゃダメですよ、うん、持って薬飲ませる。そしたら終わったらもう一回ハンドフィーディングして褒めると、治療だけするんじゃなくて、じゃないといきなりパッと捕まえてこうやると、うん、1回はいいけど2回3回ってやらなあかんから、うん、関係が悪くなっちゃうかもしれないから、うん、食事は最高のトレーニングチャンスだと。だから時間がある範囲でハンドフィーディングしておいでしたり、うん、クレードトレーニングをしてあげるといいかなと。それからもうあと食事で崩しがちな栄養素が多いんですよ。で、なんか中田さんパウダーフードってあります？大丈夫です、うん、さっきのお薬だからね、帰ったりちゃんとこれサンプルフード出しておきますから、はい、この中にちびっと混ぜてみてください。わかりました。でも慣れてないと食べないけどね。でもう一個これのパウダーのやつがあるから、うん、パウダーもちょっとここに入れてください。パウダーだともしかしたら皮付き食べる教室に多少入ってるかもしれないから、うん、あのエンドを入れてたんですけど、うん、でたまにかじってるの見てて、うん、で尿が多いなって言って、なんかあまりエンドをかじりすぎ良くないとも書いてあったんで、うん、一回ここ2、3日外してるんですけど、そのまま外しといていいですか、うんうん、エンドはねあんまりおすすめじゃないね、うん、カルシウムを補うんだったらここに入ってるボレー粉か、うん、イカの粉か、うん、うん、イカの粉はこの子、うん、まあボレー粉が入ってればそれで十分だと思うんですかね、うん、でエンドはねあの塩の土でしょ、うん、で塩ナトリウムがたくさん入ってるエンドもあるんですよ。それはその商品によってすごい差があるから、うん、まあ、あんまりおすすめじゃない。わかりました。そしたらそのまま外したままにしておきます、うん、いいですね。あるパウダーフードある1個だけちょうだい。じゃあこれもありがとうございます。これはここにかけてみてください。半分ずつ混ぜればいいですかね。うん、そうね、まあこれは多分そう食べんと思うから、うん、10粒ぐらい入れといて、うん、でこれもまあちょっと耳かき
一杯ぐらいとりあえず入れて、そこでそれを振りかけたところを食べるかどうかですよね、うん、はい、じゃあそんなところをやりながら、はい、観察して、はい、うん、まあ、もし見せてもらえるんだったら明日休みなんで明後日見せてください、はい、ただ連れてくるときにあったかくしてね、うん、もうちょっとちっちゃいカゴがあるな、ちっちゃいのに入れてちょっと保温して連れてきた方がいいですよね、下に帰るとかにしながらね、わかりました、はい、と思います、はい、すいません。